礼します。あ、ユウ、スミレ、少し遅れてるわよ。はーい、ルイちゃん、ライブの翌日なのに。まったく、相変わらずタフやね。すごい、ルイさん、昨日ライブだったのに少しも疲れてない。違う、疲れを見せないんだ。やっぱりあの人は別格、トップを取れる人。お疲れ様。しずくちゃんも今からレッスン？うん。しずくちゃん、どうしたの？あ、ごめん、気づかなくて。トリエルの練習を見てたんだね。圧倒されちゃうよね。うん、すごいのは分かっていたけど、同じ場所に立つともっと実感する。特にルイさん、才能だけじゃない、すごい努力。怖いくらい。わかるよ、ルイちゃん。普段はあんなに優しいのに、レッスンになると先生より厳しいもんね。ネクストヴィーナスグランプリで勝てたのは奇跡。今勝てる気がしない。だけど私も頑張らないと。一人じゃない、サニピのみんなとなら私でも。しずくちゃん、なぎさちゃん、レッスンしよう。うん。しずくちゃんそろそろ一休みしない？でも今のターン気になるから、もう一度。今のは軸足が一瞬ブレたから疲れているのよ。休んだ方がいいわ。あ、ごめんなさい、レッスン中に話しかけて。でも怪我をしてほしくないから。しずく、レッスンは自分の体力と相談しながらよ。頑張るのはいい、でも焦ってはダメ。兵藤しずく、やっぱりこの子すごく筋がいい。普段は他のメンバーの影に隠れて目立たないけど。はい、ありがとうございます。おやおや、ライブの翌日に鬼のように練習してる人がしずくちゃんのこと言えるんかな。ほんとほんと、ルイちゃんこそもうちょっと休んでほしいよね。私はちゃんと自己管理した上でレッスンしているわ。それは二人とも知っているでしょ。いやいや、本当は今日オフやったのに練習するって言い出したのはどこのルイちゃんやったかな。すみません、うちのルイちゃんです。ごめん、でも体を動かしてないと逆に落ち着かなくて。ルイさんらしい。あ、マネージャーから電話です。すみません、ちょっと出ます。もしもし、今から事務所に。わかりました。マネージャー、何の用事だって？マネージャーさんがレッスン中に連絡なんて珍しいわね。何かあったのかしら。わかりません、でも早めに相談したいって。失礼して行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあ残った私たちは練習を続けましょう。もう？しずくちゃん、まだ帰ってこないね。こんなに時間がかかるなんて。何かあったのかしら。あ、誰か帰ってきたわね。ただいま。おかえり、しずくちゃん。お話ずいぶん長かったみたいだけど。いろいろあって頭が真っ白になった。しずく、顔色が悪いけど大丈夫？マネージャーさんはなんて？すっごいこと言われました。ソロデビューしないかって。マネージャーはもともと私の声質が面白いって感じていたんだって。なるほど、だからサニピのアルバムに
しずくちゃんのメインボーカルの曲を入れたいって話になったんだね。しずくの歌声、確かに特徴があって気にはなってた。天性の才能だと思う。うん、今までのサニピにない曲が生まれそう。すごくいいと思う。問題はその先。お話には作曲家さんと作詞家さんも同席してて、つい私熱くなって語っちゃった。語る？何を？あ、しずくちゃんはアイドルにとっても詳しいんですよ。すみません、私アイドルオタクなんです。トリエルも大好きでした。違った、今も好きです。ありがとう。なんだか照れくさいけど。その場にいたクリエイターさんは数々のアイドルに楽曲を提供している神クリエイターなので、つい曲の良さについて気がつけば機関銃のように語っていた私。自分のことじゃなくて曲のことをアピールしたの？はい、神々に感謝の気持ちを伝えたくて。しずくちゃんらしいね。そしたら神々はとても気を良くして、ノリノリで私の曲を作ると約束してくれて、絶対渾身の出来にするからって。そしてぜひシングルカットをと言われて。すごいよ、しずくちゃん単独デビューだね。まだ決まってない。さくらちゃんたちにも相談しないと。みんななら絶対に応援してくれるよ。私も CD 買っちゃう。でも私なんか。そんなに謙遜することはないわ。しずくはとても魅力的なアイドルよ。サニピの中だと一歩後ろに下がっているように見える。でもすごく高いポテンシャルを秘めてる。恐縮です。でもやっぱり私にソロデビューなんて無理です。どうしてそんな風に思うの？アイドルがソロで歌うのはすごいこと。特別な人だけができる。それこそマナさんやルイさんのように。私には無理です。待って、どうして自分から可能性を閉ざすの？いえ、私にはソロなんて無理ですから。おやすみなさい。しずく。あの、もし気を悪くしたらすみません。しずくちゃん、自分から前に出る子じゃなくて。でも、しずくには魅力がある。今日の練習で改めて分かった。彼女には大きな可能性があるって。それに、しずくはトリエルのことを熱心に応援してくれた。いえ、今でも応援してくれている。それなら、今度は私の番よ。ルイ、ちゃん？しずく、起きて、しずく。ん？何か揺れて、それに、ルイさんの声が、夢？そっか、昨日、トリエルのライブ映像、見てたから。はい、ベッドからもう出て。ルイさん、本物ですか？もう寝ぼけてるの？さあ起きて、早く準備して。何の準備ですか？突然だけど、あなたのソロデビューに向けて、今日から私が全面的にバックアップする。そのための特訓の準備よ。本当に突然なんですけど。大丈夫、素質はあるんだから絶対にうまくいくわ。何も心配ない。すみません、私の意思はどこに？ごめんな、ルイちゃんは言い出したら絶対譲らへんから。私とユウちゃんもサポートします。お役に立ちますよ。さあ行きましょう。はーい。ちょ、待ってください。引っ張らないで。拉致るのはダメ。私には無理。ヘルプミー。
雫、あなたに足りないものは何だと思う？足りないもの、いっぱいありすぎて困ってます。身長とかコミュ力とか、あと運動神経もあんまり。そうじゃなくて、もっと根本的なこと。それは自信よ。確かに持ってないです。サニピであれだけ活躍してるし、ネクストヴィーナスグランプリで優勝したのに。それは私じゃなくてみんなの力だから。自信を持って、あなたには実力がある。だからソロデビューの話が来たのよ。それはたまたま昨日話がそうなっただけです。うちはそんなことないと思うけどな。しずくちゃんの歌ってる声好きやし、サニピのソロパートがちょっと長くなったくらいに思えば大丈夫だよ。興味はあるけど、やっぱり無理。ルイさんやみんなみたいに自信持てない。しずくは自己肯定感が極端に低い。ずっと気になってたけど、どうして？ルイさん、私はどうすればいいんでしょう？練習しかない。練習は裏切らないから。私が自信を持っているのは、誰よりも努力して積み上げてきたという経験があるからよ。すごい気迫。だから雫、あなたにもソロでトップを取るつもりでレッスンをしてほしい。雫が一番すごいと思っているアイドルを思い浮かべて、その人に勝つイメージを描いてみて。イメージ、イメージ、ハードルが高すぎてかえって足がすくみます。まさかの逆効果。一体誰を思い浮かべた？どうしたの？それは内緒です。とにかくレッスンを始めましょう。しずく、私と合わせて。サニピの曲でいい？そんな、よかったらトリエルの曲やってみたいです。私たちの曲でいいの？でも。はい、お願いします。しずくちゃん、すごーい。どうして一発で合わせられるの？ライブ映像何度も見ているので。トリエル大好きだから。できるかとは思っていたけど、それにしても私たちの曲がこんな風になるなんて。ダンスはまだまだ。でも雫の歌声が私たちの曲の新しい面を引き出してくれた。雫、あなたはすごい武器を持っている。ソロデビューいいと思う。いえ、するべきよ。ありがとうございます。でも今はルイさんと一緒だから歌えたんだと思います。たくさんのお客さんを前にして一人で歌える自信はやっぱりないです。こんなに魅力的な歌声を持っているのに、どうして？その番組、今週はトリエルを取り上げてくれているの。邪魔してごめんなさい。少しお話ししてもいい？はい。私、雫のことがもっと知りたくて、マネージャーさんに話を聞いてみたの。え、私のことですか？ええ。そうしたら、本人に直接聞いてほしいって。マネージャーさんらしいわね。よかったら、雫のこと、私に教えてくれない？私のこと、何も面白くないです。そんなことないわ。話せる範囲で構わないから、教えてくれない？雫は、どうしてアイドルになったの？私、アイドルになるの、昔から、夢だった。けど、諦めてたんです。お前なんかなれるわけないって、
周りの人に言われて。でも、雫は立派なアイドルになってるじゃない。みんなの、星見プロのみんなのおかげです。ここは、みんな温かくて優しいから、みんなとなら、少しだけ自信が持てるんです。そんなみんなを、私はアイドルだけど、応援したくて。だから、ステージではまず、みんなを見てほしい。私のことは、一番最後でいい。そんな風に思っていたのね。私は今、十分幸せだから、みんなに恩返しがしたい。そう、思ってました。私は、父親に、朝倉京一に見てもらいたい。その一心でアイドルを続けていた。誰もが目を離せなくなるようなアイドルになれば、きっと父も、そう思っていた。私たち、まるで反対なのね。同じアイドルなのに。ロイさん。あなたの気持ちは分かった。残念だけど、仕方ないわ。雫の歌、本当に素敵だと思うから、今度は私が雫を応援したかったんだけど、無理強いしてごめんね。短かったけど楽しかった。私、一人で歌うのは無理です。だけど、いつも輝いているルイさんに憧れてもいます。だから、新曲、私と一緒に歌ってくれませんか？しずくちゃんとるいちゃん、遅いね。せやな。マネージャーさんとこ行ってから1時間くらい経つけど、大丈夫やろか。マネージャーさんなら絶対2人の背中を押してくれるよ。でも2人はいいの？るいちゃんがしずくちゃんと新ユニットを組んでも。最初聞いた時は複雑だったけどね。でもルイちゃんにはもっともっと輝いてほしいし、うちも同じ気持ちや。でもルイちゃんの方がもっと気持ちは複雑そうやね。それってどういうこと？ルイちゃんはトリエルのこと大事に思ってるからな。しずくちゃんと一緒にステージに立つのずいぶん悩んでたんよ。自分がステージに立つときはトリエルの一員としてだけ、それ以外には考えられないって。だから昨日の夜、うちら三人で長いこと話し合って。最後には、ルイちゃんの、トリエルの可能性を広げるチャンスだって、ルイちゃんも納得したの。そんなことがあったんだ。ルイちゃんも、二人も、すごく悩んだんだね。みんな。待ってくれてたの？私たちのことはいいから先にレッスン始めてって言ったのに。二人のことが気になってレッスンに身が入らないよ。それで、しずくちゃんとるいちゃん、一緒に組めるの？マネージャー、許してくれた？せやな、早く教えて。その。しずく、私のことは気にしなくても、言っていいのよ。ルー。ホミング？何の歌？ちゃうって、しずくちゃん唇震えてるやんか。めっちゃ緊張してるんちゃう？ルイさんを、私にください。新ユニットどころか、プロポーズ？ちょっとしずく、何言ってるの？違う。新ユニットで、ルイさんとその、しずくちゃんとるいちゃん、組めることになったんだね。ゆうちゃん、すみれちゃん、いい、ですか？ええよ。トリエルにとっても、きっとプラスになるしな。うん。ふつつかなリーダーですが、よろしくお願いします、しずくちゃん。すみれ、まったくもう。しずく、
やるからには絶対にいいものにしましょう。はい、頑張ります。ええ、よろしくね。じゃあ早速合わせて歌ってみましょう。はい、もう今すぐですか？もうって新曲の仮歌は聞いたんでしょ？振り付けの映像ももらってるわ。そうですけど、まだ頭に入ってなくて、もうちょっと個人練習してから。それよりまず二人で合わせた方が早いんじゃない？トリエルだといつもはそうしてるんだけど。そうなんですね。あと歌を聴きながら歌詞の意味をよく考えたくて。歌詞の解釈？今でも十分にできてると思うけど。なんていうか、サニピではまず歌詞についてみんなで話をして、お互いの考えを言い合って、そうやって覚えていったんです。そうなのね。でもライブの日はもう決まっているし、少しでも早く合わせた方がいいと思う。はい、わかりました。合わせながら曲を覚えます。じゃあ始めましょう。どうしたの、雫？昨日聞いたあの歌声が全然出ていない。雫、おはよう。起きてる？あ、ルイさん、おはようございます。朝食一緒に食べない？レッスンの前に話をしたいの。今はそのちょっと、どうしてもやらないといけないことがあって、ごめんなさい。そう。ごちそうさま。あれ、もう食べないの？ずいぶん残してるけど珍しいね。あ、もしかして私の味付け口に合わなかった？まだお料理は勉強中でごめんね。あ、そうじゃないの。渚の料理は美味しかったけど食欲がなくて。もしかしてしずくちゃんとのレッスンうまくいってないの？あれから毎日二人でたくさん練習してるみたいだけど。形にはなってきたと思う。でもしずくの声が、あの時聞いた素敵な歌声が出てないの。私が参加したのは、雫の歌声を活かしたいから。でも、このままじゃ意味がない。どうして、そうなっちゃったのかな。原因が思いつかないの。私、今までユウとスミレとしかやったことがないから、こういう時、どうすればいいのかわからない。雫、落ち込んでいるし、こんなの初めて。サニピでできていることが私と一緒だとできない。つまり私に原因があるのね。ちょっとちょっと、ルイちゃんまで落ち込んじゃダメだよ。私は雫のパフォーマンスを引き出したい。渚、雫ってどんな子なの？お願い、教えて。そうだね、しずくちゃんは口下手で普段の口数は少なくて、でも時々すごく鋭いことを言うんだよね。どういう意味？物事の核心をつくの。みんなハッとなるくらい。それで違和感とかに気づくんだ。違和感に気づく？この間サニピのみんなで作詞をした時、どうしてもしっくりこなかったみたいで、そんな時しずくちゃんのアドバイスがヒントになって解決したことがあったんだって。これは私の勝手な想像なんだけど、しずくちゃんが口数が少ないのってすごく言葉を大切にしてるからじゃないかな。考えて考えて納得してから話すみたいな。あ、
あ。じゃあ、今日も合わせて歌ってみましょう。あの、ルイさんは、この歌詞をどう思いますか？え？女の子の心情をよく捉えている、いい歌詞だと思うけど。本当に、そうでしょうか。私は、釈然としなくて、だから、気持ちが入ってこなくて。プロの作詞家さんが書いたのよ。今までユーもスミレも、そんなの言ったことないわ。でも、この曲はトリエルじゃなくて、私とルイさんで作り上げるんですよね。そうだけど、雫の言ってること、私にはわからないわ。私たちは、トリエルじゃないです。私たちのやり方を、ごめんなさい。失礼なことを。私が口下手だから、ダメなんです。そういうことだったのね。私、雫に謝らないと。ルイちゃん？ちょっと、どこに行くの？ルイさん、今日は、その、レッスンの前に、私、ルイさんに。ごめんなさい。どうしたんですか？私、自分のやり方が正しいって思い込んでた。雫の言葉、気持ちを本気で理解しようとしてなかった。あなたよりキャリアがあるからって、心のどこかにおごりがあったのかもしれない。雫、あなたは深く歌詞の意味を考えていたのね。私よりずっと。だから、歌詞に込める思いが強い。その思いがあるから、あなたの歌声は人の心を打つのね。私こそ、うまく伝えられなくて、ごめんなさい。ルイさんは、私の憧れ。だから、遠慮してました。本気でぶつかれなかった。サニピのみんなは、私が口下手でも許してくれました。私は、みんなの優しさに、ずっと甘えていたんです。そのせいで、ルイさんを悩ませました。私の甘えで、ごめんなさい。雫、その、私、お願いがあるの。私も、あります、お願い。あなたも？じゃあ、一緒に行ってみない？私と、もっとたくさん、お話ししてください。初めて、雫と打ち解けられた気がする。じゃあ、歌詞について話し合わない？はい。そのために資料を作ってきました。これ、すごい量。一人で作ったの？はい。ずっと部屋にこもって、今朝完成しました。これをもとに、ルイさんの意見、聞かせてほしいです。どうしてもやらなければいけないことって、もしかしてこのことだったの？はい。私、口下手だから。でも、ルイさんにどうしても思いを伝えたくて。こんな思いの伝え方もあるのね。知らなかった。いい勉強になったわ。ありがとう、雫。新曲、絶対いいものにしましょうね。はい。なんやなんや、心配しとったのにえらい仲良くなってるみたいやん。ちょっと焼けちゃうかも。始まった。始まってしまった。緊張してるの？雫。はい。今日は、私たちがファンの前で初めて歌う。情報は一切出してない、完
全なサプライズ。みんなの反応が怖いです。そうね、私もトリエルとしてステージに上がるのと違う緊張感があるわ。そんなこと言いながら楽しそうです。さすがです。やるべきことは全てやったわ、私もあなたも。だから大丈夫。まだ自信ない？最初はなかったけど今はある。ルイさんといっぱい話していっぱい練習したから。練習は裏切らない。そうよ、今まで頑張ってきた自分を信じて。雫、信じます。自分とルイさんを。前から思っていたんだけど、そろそろさん付けはやめない？私たち同じユニットのメンバーでしょ。対等な関係なんだから。それは難しいです。今までのどの練習より一番大変。じゃあこれからたくさん練習しましょう。しずくちゃん、るいちゃん、そろそろ出番だよ。準備はいい？二人ともしっかりな。みんなで応援してるからね。ありがとう、みんな。行きましょう、しずく。はい、るいさん。じゃなくて、るいちゃん。皆さん、こんにちは。私、サニーピースの兵藤しずくと、トリニティエールの天童るいの新ユニット、今からお披露目します。この曲は、ルイさん、二人で一生懸命練習してきました。そのおかげで私たちすごく仲良しになったんです。皆さん知ってますか？意外に雫は頑固なんですよ。それはルイちゃんも同じ。鬼怖かった。もう歌う前になんてこと言うの。こんな感じで今では何でも言い合える仲です。二人とも少しも妥協しなかった。今の私たちのベストを見てください。それでは私たちの新曲クロカスの扉です。わあ、昨日のライブネットニュースでこんなに取り上げられてる。しずくちゃんとるいちゃんの新曲の話題が一番大きく扱われてるな。うち、やっぱ複雑やわ。完全に話題を持ってかれちゃったね。ちょっとだけ悔しいかも。持ってかれたといえば。ねえ、今度のトリエルの新曲なんだけど、雫はどう思う？ここの表現が気になる。こうしたらどうでしょう、ルイさん。ああ、なるほど。そういう解釈もあるわね。とても参考になったわ。ありがとう。でも、雫？さん付けはやめようって言ったでしょ？やっぱり、恐れ多くて無理です。ライブの時はテンション上がってたから。そっちの方はまだまだ練習不足ね。これからたくさん練習しましょうね。頑張る、ます。雫ちゃん、めっちゃ気に入られてるやん。ルイちゃん持っていかれてない？困るよ。ルイちゃんはトリエルにいてくれなきゃ。もう、ユウちゃんたら、マネージャーも困っちゃうよ。しずく、今回は一緒にステージに立ったけど、私はトリエルでトップを取る。その気持ちは変わらない。私も、同じ、サニピのみんなと頂点を目指す。トリエルには負けないです。もう一度トリエルとサニピが戦うとき、きっとしずくは今よりもっとすごくなっている。大切な仲間だけど手強いライバルになる。そんな予感がする。ルイさん、どうしました？ううん、なんでもない。しずく、楽しみにしてる。今度はあなたとステージで競い合う日が来るの。はい、私も楽
しみにしています。